乳製品って本当に問題です。でね、何がいけないのっていうと、こんなにいけないんです、こんなに。でカゼインって、タンパクですけれども、赤ちゃん育てた方母乳あげますね、こうやってね。で母乳って固まってないでしょ、母乳って液体でしょ、ね、でそれを、空気と一緒に飲んでるもんだからゲップさせますよね。で汚れるからここにガーゼ引いて担いでポンポンとかやるでしょ、そうゲップするでしょ、もう固まってるでしょ、あれカゼイン、ね、だからこの辺で固まるから喘息の元ですよね、乳がんの元でもありますよね。なので乳製品もやめていただきたいんです。乳糖もね、不対称って言って、1歳まで乳糖を分解できても、1歳以降なかなか分解できなくなっています。私たちは分解できないものは口から入っていくらいいものでも栄養にはならないんです、当たり前ですけれどもね。それから、今の牛ちゃんたちは抗生剤使ってるでしょ、ホルモン剤も使ってるでしょ。皆さんがおっぱいが出たのは妊娠中じゃないはずです、ね、子供を産んでから1日2日して最初痛かったですよね、絞られてね、それからおっぱい出てきましたでしょ。でも今の牛たちはもう妊娠中から絞られるんです、ホルモン剤で。だから皆さんホルモン剤が入った牛乳を飲むことになるんですよ、ね、そしたらおかしくなりますよね。そうだから精子もできなくなってくるわけですよ。だから不妊の人も多くなってくるわけですよ、ね、で何よりもね、私はこれニュージーランドの写真なんですけれども、これ 母牛がね、子牛におっぱいあげたくて追っかけてるんです、うん、でもね連れていかれちゃうの、子牛はね。そして子牛が食べるものっていうのは遺伝子組み換えの飼料だったりするんです、トウモロコシとかで。この親牛は私たちに牛乳をくれるために絞られるんです。これが一番おかしいことじゃないですか。牛って私たちもその子供を産んだら、その産んだ子におっぱいあげたいと思いますよね。牛もそう思ってるんだそうです。だからすごく呼び合うって。ここがね、食物アレルギーの子が、小学生の子とかが来た時に私が話をするところです。お母さんを横付けにね、お母さんのおっぱいをあなたは飲んできたんだよって、でも牛さんは自分の赤ちゃんにおっぱいあげれないんだよ、それでもあなたは牛乳飲みたいって聞くとね、ちゃんとちっちゃい子たちが、いやいらないって言います。こういうことを教えていかなきゃいけないんだなと思います。